はい、皆さんこんにちは、ワンナリングルビジです。では今回は信長の野望大使、上杉景勝前田刑事物語、続きをやっていきましょう。今ちらっと飛ばしちゃいましたけども、小西が加藤を食ったというのが流れてましたね。関ヶ原の戦いで負けた小西なんで、当主雪長はまあすでに退いているんですけども、小西自体は加藤を食うほどの勢いをまあ維持しているという状態ですかね。大雪の影響で少し領内にダメージが出そうです。確認しましょう。人口、農地それぞれご覧のような被害が出てますね。利府城の被害が少し大きいかな。で、この先なんですけども、伊達との戦いは続いていくので、まず、前田刑事物語。まあ、その前田刑事をね、少し動かしていきたいというふうに思います。まあ、ちょうど今、新規豊作で、その話題の刑事が、行軍速度上昇中を提案してきてますので、これはしっかり採用していきましょう。で、基本的な方針は、兵糧が少し今少ないと。伊達との戦いで、だいぶ、疲弊をしてきているので、まあ、農業と、あと、まあ、戦争に備えた軍事。この二つを重点の方針としましょう。で、三列武将はね、もうこの6人が最強なので、この6人で固めていきます。そうするとやっぱ金継ぐなんだよね。で、まあ、前田刑事物語なので、刑事も入れましょうというところになります。じゃあ、早速、アクロ走破を追加。で、この先は、農業で農地拡張、農地拡張2と入れていきたいので、まあ、農業はね、しっかり溜め込んでいきましょう。で、その他内政面の話をしておくとですね、農業と商業はもう完全に委任しました。農業、商業それぞれね、信長の野望大使パープキットになってもあまり変わるところはなく、内政と呼べるほどやることがあまりないというのもあるので、もうここはね、お任せにしちゃいました。じゃあ継続発展入れていきましょう。継続発展できるところは、できれば漁村とかね、兵糧の収入に直接影響が出てくるところを中心に入れていきます。あと前田刑事が担当している傭兵塾。この二つかな。承知。で、さらに発展。ここも漁村。あとは、貯水系。兵糧が、直接、まあ、微々たるものとは、増えてくるところを中心に入れていきましょう。かしこまりました。さあ、では、これで時間を進めていきます。で、で、その前に、刑事をしっかりと、入れておかなきゃいけないねというところですね。どこに入れるかというと、最前線のここ。渡り城に、刑事を小峰から移します。承知。で、利府城で、政宗を迎え撃つと。いう形ですね。なので、利府城で、実は、結構、状況としては、かなり足軽を大量に雇っているという状態なんですけども、これはこのまま維持しましょう。刑事がすでに利府城に入城。で、ここは黒田が毛利に滅ぼされたということで、毛利が黒田を食った形ですね。まあ、ここもね、関ヶ原の戦い史実では、まあ、やっぱり西軍に組みした大名家、その、まあ、名手であった毛利、まあ、大元宝を食らったわけなんですけど、ここでは黒田を食うほどの勢いを維持していると。というところですかね。お願いします。
先月の終始です。兵糧がやっぱりちょっと厳しいので、兵糧をどう増やしていくかというのと、軍馬だね。軍馬も買っていきましょう。ではまずは取引で、その軍馬取引を、数としてはもうこんだけ一気に買っていこう。できれば兵糧も買いたいところなんですけど、ここ前田慶次をいかに生かすかというのがテーマなので、前田慶次に騎馬隊を引き入らせたいという思いです。まあ、幸いお金はね、毎月7銭とそれなりの量入ってくるので、お金を貯め込んだら兵糧を使っていくというところですかね。商いを始めましょう。ここで家宝を買うお金の余裕はない。いくら金が入ってくるとはいえ、一旦スルーします。報告いたします。でスルーした分は、別にね使っていきましょう。那須岩木相馬とこの三家との同盟が切れるという話なの で、この三家との同盟は維持ですね。ご命令を。で農業商業は先ほどお話したように一旦委任してあります。継続発展は、どうしようかな。まあ、貯水池は3つとも入れるでしょう。あと牧場もお金にあるうちに入れちゃいましょう。で発展はどうだ。貯水池系がパッと見あればというところですが、なさそうなので先に進めちゃいましょう。では忘れないうちに、同盟ですね、延長しにかかりましょう。おっと延長できない。延長ってできないんだっけ。できた気するんですが。あ、できるよね、同盟延長。従属か。従属を勧告できるのか。ちょっと勧告しちゃおう。従属してくれればそれに越したことはないので。ここが佐竹ですね。まあ、佐竹は徳川と合戦中なんで、まあ、なんとかね、そこをしっかり戦い抜いてもらいたいなというところではありますね。では、これで時間を進めます。今、正宗と停戦中とはいえ、いつまた正宗が戦争を仕掛けてくるかわからないという状況なんで、来たね。そういう話をしてたら政宗がここで宣戦布告か。兵糧が8500、政宗の方もだいぶ兵糧苦しいと思うんですけどね。力を貸すぞ。まあ、徳川は当然敵方につきます。ただ最上は、我々の方についてくれるのを、この兵糧をね送ってくれるあたり間違いなさそうですね。我が領内に見ている政宗軍7600。いや、3つの城から7600出すってことはやっぱり相当苦しい台所事情だとは思うんですけどね。まあ、ここはじゃあ理不尽で場外決戦で迎え撃ちましょう。味方の数10000、敵方7600、まあ、1.5 倍の兵で迎撃できますね。前田刑事隊、これは騎馬へと変更。部隊数を追加したいので、国清隊か、甘粕隊か、甘粕隊だな、甘粕隊、隊数を分割しましょう。これで9部隊の出陣が可能という状態になりますね。砲が1、騎馬が2という部隊編成です。出陣します。あとは最上、
で、この辺りと同盟結んじゃいましょう。堀とも同盟結べますね。もう同盟を結んで盤石な基盤を築きます。家康が織田を食ったという形。いや、徳川はもうここまででかくなるとかなりしんどそうだな。遅れるものは切る。伊達はここで野平成大使を発動させてきたね。ではこちらも遅れじまじということで発動していきましょう。何を発動するかだな。今発動できるもの3つ、徴兵号令、猛攻号令、あとは砲術剣3と3つあるんですが、鉄砲は901部隊なので、まあ、ここはね、猛攻号令で先鋒ゲージ増加速度上昇を選んでおきましょう。我が志、今回影勝自身は出陣をしていなくて、金継がね代わりに大将として出陣しています。豊臣と丹羽、まあ、ここは豊臣にもちろんつきましょう。助太刀する。かたじけない。待機します。相馬との同盟が期限切れ。報告します。相馬と同盟延長できなかったけどな。先月の終始です。この辺りはちょっと先ほどの画面を今更確認できないんですが、見ておきたいところですね。まあ、戦争目前ですが、方策も確認していきましょう。金継ぐよ、金継ぐ。あとは、まあ、やっぱり当主、影勝に刑事、まあ、なんか固定してきちゃって面白みがないですが、ここは確実性を重視していきましょう。医療増産、金継ぐは提案してきてましたが、農業が全然足りないので、一旦ここは見送ります。馬防策、農兵徴兵、まあ、この辺りをやっても、結局、今欲しい農業を使っちゃうので、今回は我慢しましょう。どうしてもこの農地拡張 1,2 が欲しいので、農地拡張 1,2 を得るまで農業系の施策力は温存します。では変わらず継続発展はさせていきましょう。漁村、もう漁村ぐらいしかないか。かしこまった。発展も変わらずだよね。できればね、やっぱり農業系というか、まあ兵糧系かな、植えるものが欲しいですね。まあ、兵糧がなければ買えばいいということで、金を使って兵糧3250を購入。そして政宗との決戦に備えます。政宗との決戦で損害が少なければ、このまま寺池城へとなだれ込めるという算段もありますね。おっと、ここで徳川と佐竹か。いやー、苦しいなー。もうここはもちろん佐竹に味方するんですが、佐竹が食われてしまうと一気に家康と両国を接することになるので、それだけは避けたい。ここは決戦に挑みましょう。できるだけ損害少なく伊達を木っ端みじんにしてやりたいというところで、まあ勝利は揺るぎないということなんですが、自ら指揮を取っていきます。さあ、敵より先に陣地構築できるということで、軍技力96、これをしっかり使っていきましょう。で、政宗は800か、ただ騎馬鉄砲隊なんで、一旦逃げられると追いつけないということを考えると、まあ、しっかり兵数もいいので受けて立つという作戦を練っていきましょう。そうなるとおとり挑発かな。おとり挑発で誰を挑発に使うかですが、まあやっぱ刑事だよね。おとり隊は刑事に変えて、で先に罠を使っていきましょう。奈落、まあ奈落かな。奇襲扱いにできるんだったら奈落は入れておく。あとは罠を仕掛けて、軍施設はまあ普通に
陣を1個後ろに作るでしょ。これはまあ鉄則だよね。あとは柵を立てて置きましょう。まだ13使える。そしたら陣をもう1個ぐらい作っとく。これでいこう。まあ、しっかり敵を包囲できるだけの数は揃えてあるんで、まあ注意しなきゃいけないのが、金継ぐが1000しかいないので、金継ぐがね潰されないようにというのだけは注意をしましょう。ご命令を。さあ始めよう。では罠の前へと布陣をしていきましょう。罠の後ろにかな、近くで見ると。で、金継ぐはあまり前には出しませんというところはしっかり守っていきます。覚悟しろ、ゲチよ。覚悟しておけ、ゲチよ。我が命に従え。ご命令を。始めます。敵の居所が知れましたな。ご命令を。さあ、ではおとり調圧を発動していきましょう。ゲチよ。お、もう出番か。始めるぞ。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。足軽隊、前へ。ご命令を。覚悟しろ。いざ進まん。よし、奈落はまったね。はまってくれたら一気に殲滅に入る。ゲチよ、覚悟しておけ。ちょっと今ね、雨が降っちゃってるんで、鉄砲隊がね、うまく機能しないというのはあります。ご命令ください。覚悟しろ。ご命令を。金粒は温存。敵の居所が知れましたな。ゲチよ、覚悟しろ。奇襲か。天勝隊が奇襲を受けたね。ウロハラ隊も奇襲を受けてる。ゲチよ、始めるぞ。やりたい前。天勝隊用心でケアしましょう。ここはやりたい前。ご命令を。金粒はちょっと下げててもしっかり防御をしましょう。始めるぞ。片倉隊を撃破。一旦時間止めます。で、あとは横から敵を蹂躙していく。我が命に従え。ご命令を。お、もう出番か。で、金粒はしっかり天勝隊とともに守ると。お覚悟願おう。始めるぞ。ゲチよ、覚悟しておけ。ご命令。ご命令を。こんなところですかね。やりたい前へ。やりたい。さあ、では刑事の歌舞伎を発動です。いい風だな。行こうか。敵の防御を下げたら一気に蹂躙。さすがよ。やりたい前へ。始めるぞ。ゲチ、お覚悟願おう。さあ始めよう。では左翼の救援へと向かいます。ご命令を。鉄砲隊が壊滅しますね。一つ天勝隊が壊滅。やれるとは。独眼流に立てつくか。面白い。足軽隊、前へ。ゲチ、お、もう出番。ちょっと金継ぐが狙われてるので、ここで刑事で救援に向かわせましょう。見誤ったか。お、もう出番か。始めるぞ。ご命令。
覚悟しろ。いざ進まん。これほどとは。甘かす隊がもう一つ回ですね。まあ、ここはしょうがないかな。今は引く。これほどとは。さあ、歌舞伎を使って再び刑事で敵を始末していく。敵の居所知れましたか。やりたい前。損傷は激しいですが、しっかりと敵を撃破はできそうですね。ゲチ今は引こう。引くしかないよ。さあ、あとは大将。さあ始めようか。政宗を狙っていきます。始めるぞ。これほどとは。一旦引く。4000の兵を残しているので、まあ、しっかりと寺池城取れそうな情勢には持っていきそうですね。この志決して砕けはしない。捕獲した武将、2人とも処刑せざるを得ないよな。ここはで、まあこの上杉に盾ついた者は基本処刑とする。無念だ。さあ、では寺池城へと進軍していきます。あとに続け。志特性解放されたということなので、ちょっと見ていきましょう。新しく獲得したもの、敵より少ない兵数で決戦すると部隊の攻撃力が上がるか。いや、基本敵よりやっぱり多い数で決戦に挑みたいんだよね。さあ、一応寺池城は3倍の兵で囲んでいるという状態なので、確実に勝利したいな。敵の兵糧はそれほど多くないので、包囲が最善というのが兼続の思案か。一旦自動布陣にした場合、攻撃で64、包囲で47、強攻で38。まあここは兼続の言う通りというところで、45日間かけて包囲戦を展開しますか。まあ、包囲は包囲でさせておいて、内政の方にね、移っていきましょう。先月の収支です。兵糧も思ったよりダメージが出てないので、これだったら、まあ、両国がね、脅かされる心配もないかなというところですかね。で、開発ですが、継続発展。あと、ま、梶村あたりも入れとく。もう、ここまで来たら。かしこまった。新設もできるでしょうと。新設はちょっとできないか。寺池城まだ取れてないもんね。侵入はしたものの。ちょっと待ってね。ここで政宗軍1600が増援で来るか。こちらも増援出してあげたいな。ただ出せる兵は遠いな。これだと政宗の方が早いよね。援軍の要請をしよう。相馬兵糧1700、構わない。
その1700をくれ。11日だったら影勝出してもいいんじゃない？樋口隊兵数が少なすぎるな。10日前後でやっぱりつかないと苦しいよね。15日かかっちゃう。いや、影勝だけでもいいや。ここは影勝だけでもいいので出そう。11日でつくというのが大きい。後に続け。あとは走馬隊を出そう。これも6日でつくので、この6日は大きいよね。我に続け。政宗も2000か、でかいな。さすが政宗よ。そう簡単には城一つくれないか。さあ、一旦ここは官報はスルーしちゃいましょう。惜しいは惜しいですが、報告します。今は先月の収支です。兵糧を買いましょう。兵糧を、ご命令を。内政は委任してあるので兵糧を買います。取引を行いましょう。取り計らいます。で、加えて、やっぱりね、開発はしっかり常々入れていきたいので、開発貯水池3つ。でかいね、この3つは。はっ。さあ、気になる理不尽の戦い。違う違う、寺池城の戦い。容赦はせん。打って出てきた線。これは、普通に撃破。勝利の光が、我が道を照らす。よし、寺池城取ったね。まあ、兵糧が少なくなってきたんで、敵が場外決戦に入ってきたというのが大きかったかな。これで城を、持った状態でね、政宗が攻めてくれば迎え撃てるという状況が作れました。ではね、キリがいいので今回はここまでにさせていただいて、次回は引き続きね、政宗との戦い、残り2つの城になってるんで、政宗側。これをね、落としていきたいというふうに思っています。では、今回はここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方、ぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。